フレーザーズヒルはマレーシアパハン州のティティワングサ山脈に位置する高原リゾートである。フレーザーズヒル中心部の景観フレーザーズヒルの地域は1897年植物学者である H.N. リドリーによって初めて認知された生物多様性のレベルが高いマレーシアの数少ない原生林のうちの一つである。フレーザーズヒルという名称は 1890年代に唯一鈴鉱石の交易所を設けたスコットランドの開拓者であるルイス・ジェームズ・フレイザーに由来する。イギリス陸軍がキキはングサの範囲を調査していなかったため、フレイザーは金もしくは他の貴重な金属を見込んで、高知の尾根に至る遠征のためにガイドとクーリーを募った。その頂上においてフレイザーはクモソウのうちに絶えず、 湿気を保つ、有志以前の要素を持つ苔に覆われた樹木やシダの原生林を見つけた。フレーザーは、さらに豊富な鈴鉱床を発見し、鉱山を開くために中国人労働者を集めた。険しい航路が、ギャップ及び一番近い町のラウブへと、鈴鉱石を輸送するラバのために築かれた。フレーザーは、半場での賭博及び夜変屈を運営し、 それにより彼はクーリーに支払われた賃金から第二の利益を得た。フレイザーはおよそ25年後に姿を消した。1917年にシンガポールの司教 C.J. ファーガソン・デービーが一行を率いてギャップより上りフレイザーの用地を探索したが彼を見つけることができなかった。しかしその地域が低地の暑さから逃れる避暑地として最適であったことを報告した。 1919年、ギャップから高原秘書地への連絡道路の工事が着手され、1922年にはフレーザーズヒルという名で高原秘書地が来訪者に開かれた。秘書地は140ヘクタールの土地に及び50キロメートル以上の密林の工事があった。1927年のイギリス領マラヤのハンドブックには政府交換用の9つのバンガロー、 元軍人や、夫人のために、赤十字社の支援のもと建てられた4軒の家、3軒の個人の家、カントリークラブ、ゴルフ場、水道設備、郵便局があることが記載されていた。マラヤ非常事態の時期の1951年には、よく知られたイギリス高官ヘンリー・ガーニーが、共産主義のゲリラによる無差別の暗殺のうち、フレーザーズ、ヒル近辺で殺害された。 フレーザーズヒルには1960年代にマレーシアとシンガポールに拠点を置くイギリス軍の保養所もあった。保養所にはナフィーが運営していた宿泊施設の横に軍のボランティアにより作られたプールとテニスコートがあった。1970年代には建物やゴルフ場において荒手の急激な開発が見られた。マレーシア最大の高原リゾートであるキャメロンハイランドにおいて 環境被害の影響の増大している証拠と向き合い、パハン州政府は2010年、フレーザーズヒルの原生林のさらなる開発を否決した。フレーザーズヒルは標高1220から1525メートルの高地にあり、7つの頂が含まれる。気象局の速攻所は1280メートルにおいて計測される。通年の気温は摂氏17度摂氏25度である。 このリゾートは首都のクアラルンプールから1 0 4キロメートルに位置する。険しい上り坂のふもと標高8 0 0ル余りのギャップには植民地時代のレストハウスが今なお営業している。ギャップからの上りは曲がりくねった8キロメートルの単線道であり、ギャップからフレーザーズヒルまで車で20分以内の道のりとなる。訪れる者の,の中には鳥を見つけたり、 顕著な気温の低下を楽しみ歩いて登ることを好む者も,もいる。新しい別の道路が2001年に開通したが、ここは時に崖崩れによって閉鎖される。涼しく、年間を通じて爽快なフレーザーズヒルは、社内の旅行や週末の休暇において、マレーシア人やシンガポール人の人気を保っている。フレーザーズヒルゴルフコースマレーシアの最も古い。 高知ゴルフ場は1925年、フレーザーズヒルに作られた。9ホールのコースが、旧鈴鉱山の上に造成され、1970年代には、18ホールのコースが中心街から約3キロメートルのジェリアウに追加された。高原周辺に、いくつかのハイキングトレイルがあり、それらの入り口は通常、案内板で表示されている。さらに行くことのできる滝もある。トレイルは、 短い散策路のヘマントトレイルなどから、丸ツイタッチのトレッキングとなる、パインツリートレイルまで設定されている。フレイザーズヒルは、バードウォッチング愛好者にとって、有名な中心地である。秘書地では、ここに集まる住長や、渡り鳥270種以上を数える。恒例の国際バードレースは、WWF、マレーシア及び、マレーシア自然協会の協力で、 フレーザーズヒル開発公社が主催し、毎年6月の第2週末に開催される。観察し、識別して、公式のチェックリストに記された鳥類の種数を最も多く記録するチーム競技に、世界中から高原秘書地に集う参加者が見られる。ありがとうございます。